にわっち。とある手違いでゲットした小さな花束、かっこ花3本ぐらいをコップに水入れて刺してるにわけど、思ったより長持ちして驚いている。にわとりには、花の生命力ってすごいんごね。ちなにわは小学生の頃6年間生き物係だったには。さてそんなことは置いといて、今回作る料理はイカの綿焼きには。前にスルメイカの刺身リアルタイムアタックした時に、綿焼きが思ったより美味しかったからいつか個別に紹介するって言ったにはね。ちょうどでかいイカがそこそこの値段で手に入ったので、今回やることにしたには。それでは早速作っていくんご。材料はこちら。どうには、前回よりもでかいやろ。これで3ごっぱだったには。別に安くはないけど、この大きさなら納得って感じのお値段にはね。それではまずイカをさばいていくには、まず頭を引き抜いて、今回はこの茶色い綿の部分が必要になるには、先端は胃袋らしいけど胃袋は使わないから切り離しておくには、目の上から切って綿を切り離すには、ゲソの方は目玉をくり抜いてくちばしを取り出し、くちばしはこの黒いくちばしを取れば周りの肉は食べられるには、あとは食べやすいように切り分けておくんご。こっちの方は中から軟骨を引き抜けば、ぶつ切りでもいいけど虫いたら嫌だから開くには、エンペラを取ってぶつ切り、開いて虫がいたら取り除いておくんご。まあ気にならなければそのまま食べてもいいんごけど、で適当にぶつ切り。これで身の準備はできたにわんね。それでは次はこれらの材料が入ったボウルに綿を絞り出し、よく混ぜるには、でそこに身を入れてよく混ぜ、アルミホイルの上に乗せて包み、あ、破けたんご。しょうがないから二重にするには、で折り曲げて器みたいにして、さらに上にもう一枚かけて密封し、油を引いてないスキレット組んで中火で焼いていくには。そろそろいいにわかんねえ。上のアルミホイルを取って、ああアルミホイルかなり熱くなってるから気をつけるにわよ、混ぜ混ぜ。でしばらく焼いて水分を飛ばすって書いてあったにわけど、結構ポンポン小規模な爆発して怖いので、もうこれでいいことにするには、ネギ乗せて気分で七味かけて、イカの綿焼きの完成には。お味の方は、居酒屋料理って感じにはね。これイカ食べ終わった後結構綿ソースが残るにはけど、それはご飯とかに混ぜると良さそうには、まろやかなお味にはね。さてさて、結構料理を取りだめしてるので、しばらくは予定が詰まってるには、次回はサンマのつみれ鍋かタンドリーチキンには、ケーキのスポンジの型も買ったからショートケーキリベンジもしたいにはね。それではそんな感じで、ふれあいコーナーへゴー。自分家の屋根飛んで人に当たったら怖いんごね。ひえ、即落ちしそう、かっこ好み。正しい過ごし方にはね、やばそう。杏仁豆腐は忍だからよくわからなかったんごね。ウェルカムドリンク、前からあったけどただの塗り水だから見なかったことにしてほしいにわん。何の知識もないからちゃんと調べてるんご。え、それ元からやん。小さじ1で 2g だったにわんね。ん、じゃあ2杯で 4g やん。まあ異常ないなら大丈夫なんやろ、かっこ適当。どういうこと、え、肉詰め前に作ったにわ。なーるには、牛は高いにわからね。やったぜ、やっぱそうにはよんね。
レシピ見ててんってなったんご。にはもう一回やってみたには、まあ別々でええんとちゃうってなったにはね。なんやこいつ、過去驚愕。確かに、まあジビエは匂いあるっていうにはしねえ。なーるには国物語。別にカボスでもいいらしいにはけど、あんま売ってないんごよねカボス。にはこれかわいい。別ににはもしゃべりうまくないし、つべは伸びないんごね。ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサーの皆様、前回の動画を宣伝してくれた方々にはありがとにわっち。それじゃあ今回はこの辺でバイバーイ。にわっち。